サッカー J2 モンテディオ山形の渡辺進監督はクラブハウスでシーズンを総括する会見を行いました。ものすごくアンテナを張っているつもりではいます。だから僕は今、何の世界一ですかって言われたらモンテディオの山形の選手を一番見ている選手権だったら世界一取ります。まあ、今まで何か大きなものを感じたものはないです。逆に言うと何かそういうものを感じた瞬間に成長は止まってしまうと思いますし、まあ、ただプレーオフの最後の清水戦、彼らがあえて伸び伸びとプレーをして J2 では屈指の、ね、ビッグクラブにの堂々と渡り合えたというものは、素晴らしい90分プラスアディショナルタイムだったというふうに思っています。もちろん結果はついてきてないので、だから手応えというものはないんですけれども、43試合目でああいうものを出せたというものは、一つのまあ成果というか成長を見て取れたというふうに思います。本当一つ二つに絞るのはすごく難しいんですけれども、一つはホームの藤枝戦、0-2 のところから、ひっくり返して、勝利をすることができた。ハーフタイムで選手に伝えたときに本当に僕が心の底から出た言葉で、もう彼らがこう報われないはずはないっていうふうに、まあ、思ったし言ったんですよね。なんか明らかにこう選手が萎縮しているというか自信をなさそうなプレーをしているのが見えたの でそれでまあ結果的にひっくり返して、勝ちに持っていったっていうものはやっぱり、まあ、報われるべきものは報われるんだというものをなんかちょっと証明できたような試合だったというふうに思っていて、あれがなければ、まあ、選手がもっともっと自信をなくしていただろうし、そういう意味ではものすごくこう大きなゲームだったというふうには感じています。最終盤というところでの5連勝でもうこれは本当に自力がついての5連勝だったと思うんですよね。勝ち続けなければいけない状況、皆さんの言葉を借りれば勝たなければいけないですよねっていうところの5つをしっかり勝ち切ったっていうのはもうこれは自力だと思います。そういったこうちょっとずつ撒いた種というかスパイスが選手たちにも浸透して、それでしっかりと成果を出せた最後最終盤だったと思います。我々はまあ彼らのために戦いたいと思うし、彼らと一緒に喜び合いたいと思うし、なんかそういうものをこう本当に、心の奥底から思わせてくれるような、最高の仲間でした。でまた来年、彼らが、まあ、我々の背中についていってくれて強烈な投手をしてくれると思うと本当にこんなに心強いことはないですし、俺たちがお前ら勝たせるから、俺たちの声でお前ら走らせるから、勝ってる時のロスタイムはやめてほしいんだけどそれぐらいの気持ちで多分集まってくださってる皆さんなので、だからこそああいうパワーが生まれてると思います。本当にそういうような、彼らの行動言動には、まあ、改めて感謝を申し上げたいし、また一緒にこう戦っていってほしいなというふうには思っています。素晴らしい最高の仲間です。